はい皆さん、毎度毎度お疲れ様です私は身長175近くありますが刈り上げは目線で椅子に座って切ります。立って切ると上から目線でうまく切れませんうまく切れないとかなんとかじゃなくて姿勢がきついよねでしばちゃん先生なんか直かさみ座った状態でやるけどやっぱり姿勢きつくない 無理な姿勢になるとさ、やりたくなくなるんだよね。無理な姿勢イコール苦手っていうさ、なんか感じになってくるよね。あまりいい影響しじゃないと思うんだけど、トー屋さんなんかのさ実際の作業の姿勢とかいろいろ見たことないけどね。ま YouTube でやってるような方はまあ一時的なあのパフォーマンスだから当てにならないよね。本当に現場で長時間働いた夕方あたりどんな姿勢でやってるかだよね。 でとにかくねあのトップ切る時もそうだけどどこ切る時もそうだけど自然な位置であの切るっていうの手が自然な位置自然な角度で切った時ハサミの角度がどうなるかっていうのをねちょっと考えてみたんだよこれ後で動画で出すけどやっぱりハサミの形状そのものが間違えてると人間工学的に言ったらもうちょっとハサミの形状を変えた方がいいんじゃねえかなと思うんだよねねこれね朝っっからちょっとハサミ丁ね。 あの改造してて動画作ってみたよ <laughs> まあ実際ね今の美容業ね椅子に座って、まあ、作業するのが当たり前だよね特にカット作業ね、まあ、パーマ巻くのはねちょっとね椅子に座るとワゴン置いてある位置とかなんとかねあちょっとやりにくいねやっぱり体ほら上半身結構動かしたりするからね。プラントカットが始まる前だね。 だから50年以上前レザーカットで切ってカーラーで巻いてセットするそういう作業の時は椅子ってのは結構邪魔だよねだけどその前美容の椅子がなかった頃お客様が正座してあの美容師は膝立ちして何かしてたんだよねでもやっぱり椅子ってのは使わなかったんだ当時からなその名残でいまだに椅子はなんか使っちゃいけねえみたいなしきたりが残ってるっていうの うちもでも椅子使うようになってのここ何年だろう10年ぐらい前は椅子使ってなかったよねだから椅子なんか使ったってなんかあんまり意味ねえだろうと思ってたんだけどねまあ椅子を使うようになってからねあのカットなんかやっぱり容量よく早く切ろうっていう方向になってきたよね。で椅子がない時っていうのはとにかく急いで早く切ろうっていうのがそんな考えだったかな。 椅子に座ってからやっぱりゆっくり早くやるっていうの要領をよくね、無駄なことをしないようにしてね。あと身長1 7 5あったら、こうやってパーマ巻くときワゴンが若干低いでしょ。ね6センチぐらいあと高くしたいよね、ワゴンはね。だけど背の低い女性スタッフがいるとそうでもね、 あの自分専用にやって一緒に巻くとき背の低い人がちょっと取りにくくなったりするからねまあその辺は、うん、ちょっと難しいねとな、ま、るとパーマー巻くときも背が高い人は若干椅子で座って低くした方がいいのかなうんやっぱり椅子だね考えた方がいいよねとにかくね姿勢が悪いと疲れるうちも椅子1個買うかなんか高さ調整できるやつもうちょっと今うちのは 小さい低い椅子にしてんだよねこれもうちょっと高くできる椅子だったらパーマ巻きやすいかもしれないねちょっと使ってみないとわかんないけどねはいうちも31日は休みになりました昨年は朝から晩までやってお客さん一人でしたしかも親戚のおばさんしか来ませんでしたまあそんなもんだよねでうちだと31日 もし誰か来るとしても朝友達見てんのが7時ぐらいにカッと来るぐらいそんでもう1人やったら終わりだねだから9時にはもうお客さん来ないんだけど行くところがねえからさ結局お店にいるしかないんだよねまあお店で昼寝してりゃすぐね夕方になっちゃうから <laughs> あと大晦日31日ってさ道路が空いてんだよね暗くなって7時半過ぎるとね あの時間帯に走るとねなんかね気持ちいいんだよねバイクだろうが車だろうがね、まあ、目的なく走るの疲れるけど、まあ、家に帰るだけのために走るんだけどちょっと遠回りしてなんか,なんか気持ちいいねあの時間走るの大晦日に走るっていうのは一年いっぱいにね <laughs> はいお疲れ様でした。